はようございます。好，没没没，很好。好，一个哥哥在那，没哎，这是认识的吧？名叫啥子？爹，这是干啥？那这个做一个吗？做。啊。そうか。ミルアイテムください。おはようございます。いい。ミミサブさん、9時でお願いします。21時どうですか？あ、おやすみなさい。ありがとう、みんな。ミミサブさんが平和くれてた。ありがとうございます。ありがとうございます。그럼탄거없어아그거この区画が エンジーさんとクラウン君とユッコさんと温泉旅行行きます。よろしくね。よろしくね。あず、あの、オッケーだったから。髪の毛邪魔だな、俺。メイクします。
します。ちょっと待ってね、タイトル後で書いてね。なんかクソいや、なんかね、エイリーさん、熱海ってじゃん、箱根って言ったね。あ、ありがとう、ティーキー、ティーちゃん、おはよう。イベント出ました、よろしくお願いします。よろしくお願いします。TikTok で3000人のトップ、え、どういうこと、閲覧3000人ってこと、ルイちゃんトップライバー、え、すごいな、マジかよ。マジかよ、メイク初公開です。ゆずみちゃん、おはよう。いやでもね、昨日メイクしたらやっぱりね、いつもと違かった、いつもと。ランチ11時か、チェリーちゃん、あ、そうだね、キャンセル払わないで済むね。そうね、それはよかった、よかった。今回のイベントメンバー強いでしょ、無料アイテムも少ないもん、やっぱり仕方ないよ、前半出ればよかったな。行きます、よいしょ。あ、目がゴロゴロする、待って、目がゴロゴロする、ゴミが入ってる、カラコン嫌い、マジで目がゴロゴロする、なんでだろう。
目がゴロゴロする。いや、眉いつもからこんでる。いつもからこん。じゃあ、メイクしたいと思います。まいちゃんはこれが大好き。これやると本当に皮脂崩れが全然なくて、もうこれは宝物になった。首元すっきりしてきた。本当これはね、そう、目充血してんの。今日も目開けて寝ちゃった。文字、いや、あんま寝れなかったかな。あんま寝れなかった。3時間ぐらいかな。昨日ね、3時半までいた、3時半まで。あ、なんか目が痛い。目が痛い。目がゴロゴロする。ありがとう、無理やってもありがとう。昨日さ、野田さん家さ行ってさ、めっちゃ嫌そうだったよ。めっちゃ嫌そうだった野田さんが。見てた。いや、なんかよっさんが、なんか、俺師匠だから、俺の言うことは聞くんだって言うから、あ、そうなのかなって思ったら、帰れよって言われてた。いや、帰れよって。え、よっさん何、師匠じゃないのって。師匠って言ってたじゃんって。すごかった。家もなんかあれは確かにエンディさんじゃねえや、ミズニャンといい戦いかな。確かにね、トイレすごかったよ。便座が半分ないの。便座が半分割れててなくってさ、だから宙に浮いておしっこした、すごかったマジで。お腹痛い。なんでだろう。珍しくお腹痛いんだけど。え、なんでだろう。
で、のぶさんも来てくれてね、料理長ののぶさん。料理長ののぶさんが来てくれて、中華料理振る舞ってくれて、めっちゃ美味しかった。そう、美味しかったよ。になると、すごっ、45個っていくら、45個っていくらだ、20万か。お金持ちはすごいな。稼いでんだろうね、それなんて。はした金なんだろうな。違うの、なんかカラコンゴロゴロして、なんか変な水が出る。間に合う。田中さんってあの田中さん？あ、ここね、あのホチキスでね、ちょっとあれなって、あ、あの田中さんか。間に合うね、全然間に合う。晴れてんだよ、まだ。クラウン君とエンディさんとマユと、急遽ね、エンディさんが誘ってくれて行くことになった、やっぱ目が痛いな、どうしよう、目が痛い、目が痛い。カラコンなしにするか。片目だけなしにしよう。片目だったらワンチャンバレなくね。片目カラコンついてないことありえないよねって。目が痛いんよ。とりあえずメイクしよう。クラウンっていやらしい系の人。あ、あのチュパチュパ系ってこと？私も最初チュパチュパ系かなって思ったんだけど、違う、普通の人みたい。なんでチュパチュパ系って思ったんだろう。なんで、あ、クラインと似て、あー、そっか、そだからか、ずっとチュパチュパ系の人だと思ってたんだよね、普通の人だった。エンディさん今日よろしくね。草津だってね。草
ャツ、あ、今日はクラウン君と交際か、今日から。クラウン君と交際が始まるのか。これうざい、このここケチだから、もったいない女だからここ使ってる、うん、みんなでエンジさんもして性交渉、それとも性交渉して交際、交際して性交渉、それとも性交渉して交際だね。いや、マユリスは誰でも関係するじゃん。誰でもいいだろう。誰でもいいだろう、恋したら私が。ないですけど。ねえねえねえ、こんなとこにさニキビできたの初めて、人生。多分ここの傷がなんかこう反発してんだろうね。初めてこのニキビプツってなった。何か訴えかけてる、なんだろう、初めてだよ。ゆっこさん来る、私ゆっこさん好きだからね、楽しみだし。てかさ、あのこれ気に入った、これこれ透明なのになんか知らないけどピンクになるんだよね、 なんでだろう。あ、野田さんから、いらっしゃい野田さんから、野田レスさん、ちょ、これディオール、なんでなんだろう、もう見て、なんかピンクが混じってる、ここ なんでなんだろう、どういう原理でピンクになるの、口が、どういうことなんだ、そうそう、外瀬ちゃんにもらったの、透明なのがピンクになっていくんだよ、メイク道具持ってく、にゃーみょ、うん、明日持ってくの、にゃーみょ、お風呂道具だけ持ってこよう、お風呂道具だけ、まいちゃん昨日、ああー、いや、なんかてか野田さん怒ってたね、怒ってたよね野田さん、大丈夫、帰れ帰れってずっと言ってたから、怒ってないならよかった、髪ボコってなってるのは秘密。
秘密。あ、私今度から秘密って言おう。ねえ、今日何してたのって言われても秘密。秘密うざい？言いたくなかったら秘密っていう。あ、前も言ってた。秘密って言おう。秘密うざい。秘密って言えばいいんだ。え、秘密だよって。うん、ほら口がピンクになってきた。てか赤くなってきた。なんか色がどういう原理。おもろいね。気に入った、うん、え、ね、なんかさ、お腹痛いのなんでかな。原色秘密、原理秘密。秘密うざ。秘密うざいんだけど、やめてくんない。いや、貝食べてないし。まあ一応キャリーちゃんには私今日行くんだってことは伝えたよ。今日行くことになったって。私が代わりに。なんで複雑なの？なんで？むしろキャンセル料かかんなくてそれは良くない？うん、なんで複雑なんだ。でもワンチャンなんとかなんのかな。まあでも違うか、ほら全然違うわ。行動力ある。え、ってかさ、最近っていうかもう結構な期間、うん、アクティブだと思うよ。カラコンいるよ。全然違うもんだって、うん、全然違うよ、うん、皆さん無料アイテムお願いします。有料が一個も飛んでない。30分でちょっとやばいな私。お、終わったのかな。もうプラプラの危機かこれ。大変まずい状況となっております。イベント初日一個も飛んでないです。誰かいませんか。聖杯もないし、聖杯もないんですけど、なんか聖杯チャレンジお願いします。私今日旅行行ってていいのかな。
あとで一人でやろうかな、イベント配信一人で。トップ3、小前くんとリリーさんと小吉くんだっけな。リリーさんと戦うのか、嫌だ戦いたくない、戦いたくない、眉透明感メイクして、透明感メイク、え、今透明感あるくね、自分で変わった感じある、顔が短くなったなと思った。あの昨日メイク してメイク完了した後に、あれなんか顔短くなったな、さとみさんにも言われたよ、あ変わったって。まいちゃん本当にかみさん喜んでたよ、スキンケアよかった。って海じゃなくね、てかもう海入れなくない、はあ、海もう入れないよな、え、マジ、え、水着持ってく、え、マジ、え、水着持ってく、琵琶湖、ゆっこちゃんの紐のやつ、何、うわー、ゆっこちゃん若そうとしてる、ゆっこちゃんが若せようとしてます、楽しみだな、いや、ないよないよ、あ、あるかな、ってか私水着、うん、眉負けんなよって、うん、いや私違う、ゆっこさん持ってない、いや別に貸してもいいよ、だってなんならあげるし、あげるよ、あげるためにシーンで買った、わー捨てちゃった、あの緑のやつ一回も着ることなく、こちゃんおはようございます、いやもうシーンとかさ1000円じゃん、900円とかあげるし、なんだそのままあげますよ、使い捨てで買ったからシーンとかね、メイク、どうしよう、すっぴんで水着ってキモいかな、メイク道具持ってった方がいいんかな、だからお腹痛いんだけどマジで、なんで、
んない。このエンジさんが箱根って言ってたからさ、分かんない、どこ行くの、誰が勘違いしてんの。やっぱり箱根、え、どっちなの。ゆっこさんは草津って言ってて、エンジさんは箱根って言ってた。まあお楽しみってことで。どうしようかな、寝するか。傷跡見えるけど寝するかな。だって暑いじゃん。ね、みんな、私今日はね、お風呂入ってないの。昨日入ったからさ、今日温泉行くし。サラサラになった。ほら、わかるかな。タボかな。ほら、なんかさ、顔ちっちゃくなったよね。わかるかな。なんかほら、目が大きくなったとか鼻がちっちゃくなったっていうわけじゃなくて、顔がちっちゃくなった。待ってるっしょ。だから予算は今日、え、変わってないけど、え、でもなんか可愛くなったって。男はわかんないけど女はわかるよね。エンジさんどっちなの、今日箱根なのか草津なのかどっちなの。下ろ、ゲロってどこ。ちょっと岐阜県に行くの、みんな当たってないじゃん。じゃあThank you.
よし、ちょっと待って。水着を持っていく、一応水着持っていく。メイク道具ってさ持ってく？メイク道具ってさ どうすんだろう。エンジーさんってメイクしてるっけ？まさかこの格好。持ってく荷物になるな。クレンジングもスキンケアパックも。あ、本当？じゃあ持ってく。私も。いや、なんか私病気なんだよね。なんかさ、夏の車ってさめちゃくちゃ暑いじゃん。なんか外出かけるじゃん。でその間ってさメイク道具とかさ車の中じゃん。で車の中ってさ50度60度70度なるじゃん。その中メイク道具が熱くなっていくとか考えるとなんか鳥肌立っちゃう病気持ってんだよね。わかる？そうね。あのだからスキンケア道具とかさ化粧水とかさ乳液とかさ熱々なのがなんかもう鳥肌立っちゃうんだよね、マジで。だから極力持ってきたくないんだよ本当は。うん、わかる。あ、いるんだ。私なんか病気なんかなって思ってた。病気。普通の感情なんだ。あ、そうなんだ。この格好ダメなのかな。もうでも来ちゃったし。もう来ちゃったよ。あ、この前のこれ着るか。新しいマイティパジャマで持ってく。聖杯ないんです。誰か助けてください。誰か。よいしょ。300円でね。
古谷さん持ってますか。古谷さんってエイジしかいないんだよな、うちの枠組みエイジしか。マジですか？え、プラタネさんください。お願いします。プラタネさんが聖杯持ってるって。プラタネさんが。はい、完成。見て。なんかいい感じじゃない？ほら。今日はこれでいきましょう、うん、若返ったよね。大成功。プラタヌさんちょっと DM 送ってもらっていいですか。プラタヌさん、プラタヌさん DM 送ってもらっていいですか。プラタヌさんが聖杯持ってるって。ライン、あー送ってください。わー、みんな聖杯2個ちょっと計画立てますから。わかりました。 LINE 送ってください。 LINE 待ってます。じゃちょっと考えるか。わっしょい、わっしょい、わっしょい。了解です。うん、ある方に聖杯、花火投げたら、わかんない。聖杯詐欺っていうのがありますからね。そうだから、みんな前の方が良かったとかなんか適当なこと言うけど、私絶対にやってよかったこの手術ですね。切開リフトダウンタイム2週間目でもう小顔を感じてるけど、確実にメイクも映えたし、うん、で切開リフトってやって後悔するとかそういうのないから。だって若返りだからね。若返り、昨日もツイキャス無加工でも褒められたよしね、うん、もっとあと2週間ぐらい経ったらもっとはっきりするんじゃない。そうね、なんかこのメイクした後のなんか映え感がいつもと全然違うよね。違うでしょ。あ、本当に来た。プラタヌさんから LINE が。やったー、プラタヌさんからマジで来た。マジ。プラタヌさん見てる。なんで私に聖杯2個投げてくれる。しかも初めて見かけるんですけど、なんで私にくれるんですか。超気になる。わかんない、私は初めて見かけた人、うん、なんでだろう。いや、ちょっと私うんこして、ちょっと早い。なんでだろう、怖
コーヒー飲んでないのに。やめも何も書いてないけど、お腹痛い、私がお腹痛いなんて珍しいんだよね、すごい。なんでだろう。痛い、お腹痛い。ちょっと終わるわ。じゃあみんな2時にあれしますから、じゃあちょっと聖杯もゲットしたんで、ちょっと夜計画立てます。では本日夜聖杯しますね。まあ今日あそね遊ぶあれだけど、ちゃんとイベントもやらないと。でそれ頼むよ、みんな頼むよ、今日夜頼むよ。ちょっとうんこしないといけない。で昼間から、昼過ぎから、あのクラウン君の車から始まる。ちょ誰の枠か分かんないけど、じゃあまたね、今日は温泉旅行行ってきます。あ、サナエありがとう。大丈夫、あのファンタの方大丈夫ですか。ファンタの方は大丈夫かな。ファンタ大丈夫、イベントファンタ大丈夫ですか。大丈夫だよね。あ、さなぎちゃんありがとう、大丈夫だよってありがとうございます。大丈夫みたいです大丈夫みたいです。まあ今日夜ね聖杯やるから頼むよマジで。じゃあ後でね、みんなちょトイレ行かないといけないマジで。じゃあね、ありがとうございました。あ、無料アイテム、無料アイテムください。最後に無料アイテム、あ、ありがとう、メガホンも。あ、ワイちゃんありがとう。花火1個いいですか。あれさっきのプラダムさん、あ、どうぞ、オッケーです、オッケーです。花火一発来ます。聖杯は夜からです。あ、私があげる、あ、そういうことか。あ、配信者なんだ、特別配信者なの。あ、特別配信者なんだ、さっきの人。じゃあちょっと LINE してください。花火一発だって。いや全然花火一発投げます。でちょっとアカウントの方も送ってください。誰だろう、プラタヌの配信者誰だろう、うんうん、どういうことだ。やべ、ちょっともう